はい、ポテトメガネです。ポテトメガネです。どうもよろしくお願いします。ちょっと暗いので照明を導入しました。はい。はい、ちょっとこう顎を上げるとレンズが反射します。はい。顎引き気味でみんな行きます。よしよし。はい。ですね、うん、今日はミューといううちのオリジナルのモデルの紹介です、はい、こちらですね、はい、このミューなんです。前回動画で、ディム紹介しましたね、うん、あれの、同じパターンというか、もともと黒とか別光とかはあったんですけど、この色はなかったんですよ、フレッシュローズ、うんうん、それのミューバージョン。カフェでね、今日すればディム、そうそうそう、カフェで行ったんですよ。そうなんですよ、ドツキで、これドツキで、はい、これね、アリアーテのブリーズブルーの 25% です。25、はい、でこっちはカト8のロリアンブルーですね。ロリアンブルー、はい、じゃあ、じゃあこれ樹花紙にかけていただいて、はい、いいな、あ、いいですね。もうこれサイズ感バッチリですね。付け具合といい、そうそう、かわいいよね。だからこのディムに比べてちょっとやっぱ線も細いし、うん、バランスは整えてます、うん、ディムはあえてブリッジめちゃめちゃ広くしてたりとかで変形ですけど、これはねもう誰がかけてもかけやすいサイズ感にしてます、うん、じゃあちょっと MJ にもかけてもらって、もうどうですか？合う、合います、合います、本当合います、合います、やっぱ似合いますね、うん、2人とも、うん、たまに熱狂的に山本ファンがね、カラーまでやっぱり同じようにしてお、山本ファンいる、いるんでしょ、結構いらっしゃるんですよ、ね、僕お会いしたことないんですけど、あ、結構コメントとか電話とかいただいてますよ、やっぱ熱狂で、いるんですよ、圧倒的なコメントが多い、うん、ここの暑さが好きなんだろうね、いやーないや、なんかその近距離で言われても、うん、うん、しか言えないけど、気の利いたなんかリアクションも取れずっていう。でちょっとね、ミューもこれオンライン載せようとは思うんですけど、うん、あのミューのこぼれ話じゃないけど、うん、あのミューって MEW でミューなんですよ、うんうんうん、でこれもそもそも前話したかもしれないですけど、うん、ポアンカレというモデルがあって、うん、それのニューポアンカレというので作ろうというので、うん、その職人さんに伝えてて、で僕はそのこの色のこのタイプをこの数作ってくださいみたいな指示表を作って、ね、そこに分かりやすいようにニューって書いてたんですよ、はいはい、でそれを まさかの職人さんがそのまま打ってしまうっていう、ニューを、ニューをポアンカレーもうなくなくなって、ニューだけに、ニューだけになったという、はい、でさらにニューじゃなくてなぜかミューになってたっていう、変わっちゃった、そう、でもそのミューっぽいし可愛いなっていうのでミューになったんですよ、ね、あれが、じゃあミューになりましたと、うん、なったんですけど、今回と2回に分けて入ってきてるんですね、うん、あのちょっと福井の方今ちょっとパニック状態になってるんで、うん、製造ラインが、うん、なのでちょっとあの分けて分納しますっていうので、うん、入ってきた最初のロットがもうほんと少量なんですけど、うん、それが MIU になってるんですよ、MIU、はい、職人さんがなぜかミューで覚えてたんですよ言葉は、だから多分もうこれだろうっていうので MIU で打っちゃった、なるほどね職人さんっぽい、で、あ、違うってなったんですけど、でもよくヴィンテージとかもあるじゃないですか、打刻ミスってるやつとか、でそれが逆にレアになってるみたいな、だからそのノリで面白いんじゃないかなと思って、それだからそのまま混ぜてます、残したってことですね、はい、在庫の中に混ぜてます、だからそれが出ると当たりかもっていうオンラインで買った時、はい、捉え方によってはすごく当たりっていうことですね、はいそうです、うんうんうん、まあそういうちょっとこぼれ話というか、はい、JTV でこれ全然違うんですけど、はい、ネタを持ってきました、何のよ、いっぱいあるんです、何も聞いてないからね今回、聞いてないんですよまたこれね問題です、2人に、okay. まあ見てる方も一緒に考えていただけるといいんですけど、何の話、楽しいと思います、これね2010年になる前ぐらいにすごい、うん、あの大手の企業の就職面接で流行った質問っていうか、らしいんですよ、うん、NHK の番組でよくこういうの特集してやってたらしいんですよ、あのそれの問題の1個に、うん、いきますね、はい、サザエさん一家に高級オープンカーを買わせるにはどうしたらいいでしょうという問題です、おお、その方法を答えなさいという、うん、あわかります、わかったわ、これねあとね3つあります、3つあります、一応言っとくと答えが、うん、成功法、うん、まあ、いわゆるちゃんとした方法ですね、うん、と力技と、はい、あと裏技の3パターンあります、うん、答えは、はい、考えてもらって、はい、ヒント、はい、ヒント、もういいですか、もういいですか、もういいですか、ちょっといいですか、はいはいはい、いいですか、はいはい、もうね正直、はい、マスオさんとか、はい、サザエさんはもう置いといて、はい、次の世代、タラちゃんに行きたいです、このパターンです、タラちゃんを一発の、
長企業に就職させて十何年ぐらいはかかるな。いやータナちゃん今いくつなんだろう、まあ、推定5歳として長いでしょ。だからかなり力を入れて、教育するということですね。はい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 、はいはいはい、サザエさん一家は、うん、あの庭が広いので庭の一部、まあ、そうですね3分の1ぐらいを売る、うん、リアルおー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 おお、まあでも都内の、そうそう結構いい感じな都内なんですかね。どこじゃないですか。でも都内っぽいよね、なんか下町っぽいよね、うん、そうそうそう、ああああ、はいはいはい、はい、出ましたどんどん出ます、すごいな。出ました出ました、はい、はい、あの名前特徴的じゃないですか、サザエとか言ったらそのカツオとかね、はいはいはい、はい、それを生かして海産物屋を開くこれ大成功で、あ確かにそれはいい、いや物販店、物販店どうなんですか、物販店、そのいろんな最初のオープンしてとかそういうのの回収にまず5年ぐらいかかるんじゃないですか、まあ、すぐじゃ、すぐ買うためにはってことじゃ、すぐ買うためには、そうもうすぐだから自分が車の営業マンとして考える感じですかね。だから俺もその自分が下積みが長い分やっぱその長いスパンで考えるっていうちょっとやっぱね価値がちょっと違ったっていう、はいはい、もうないですね、ないですね、はい、じゃあどうですか。私は、はい、私が本当に営業マンだったら、おうおう、そうそうそう、その発想、すげえ真面目に営業マンだって買わせる、うん、そうするとまあまあ分かりやすくパンフレット持っていき、みんなで移動したとき、それ何手順じゃない。これ一応、まあ、ざっくりとした答えがあって、はい、まず成功法は、はい、波平は意外と流行に弱いらしいです。これ多分コミックの中とかでそれ描かれてるらしいです。はあ、ははあ、は。それに基づいてるんだよね。そうです。ね、意外とだからその流行に弱いから、はいはい、まず中島家、で島家その次に伊佐坂家、はい、っていう順番で周りからまず固めていって、リアルだな。カツオ、サザエ、波平の順番で落としていけば陥落すると。っていうか周りから固めていく。そうですね。はい。はいはい。というリアルな。リアルな。リアルな話です、ね。はい。まあ、これはでもコストがめちゃくちゃかかる成功法。で力技、はい、これ面白いです、うん、これが波平行きつけの居酒屋さんがあるらしいんですけど、うんうん、そこにキャンペーンとして、うん、まず車体のみを無料でプレゼントする、うん、で一応付帯条件として割高な車両保険をつけてで大体まあ6、8年ぐらいで、回収するぐらいのプランで売るという、うんうんうん、はい、なるほど、それも力技ね。そうです、これだから現実これ車だからまあちょっと難しいじゃない、うん、あの回収にもめちゃめちゃロングスパンかかるし現実的じゃないですけど、これやって成功したのはソフトバンクですよね。あのフォンルーターを配って、うん、めっちゃあったでしょあれ、うん、ありましたね。で月々のあのあれで稼ぐというか、うんうん、まあ言ったらストックビジネスですね、はい、というやり方です。はいはい、はい、まあ、昔の0円携帯とか0円パソコンも一緒ですね。で最後裏技、はい、これね考え方のすり替えで、うん、車はもうそもそも上げてしまうと、うん、もう上げますと、うん、その代わり毎週あの車が映るシーンをワンシーン入れてくださいと。お、そうすると広告費として換算すると、うん、あ全然いいんじゃない、費用対効果で考えると、うん、っていう、あの日曜のゴールデンに CM 流れつつようなもんなんで、うん、そういうことよね。だから車1台で考えると全然良くないみたいな、うん、っていうので上司をまず説得して波平に車を、ね、はい、提供するという、ね、提供するという。一ミリもかすってねえな、これじゃあ。なんかね、リアルすぎたよね。ねえ、いや、もうちょっとあれいや、なんかちょっと、なんかすみません。本当だよ。だ全然なんかぶっ飛んだ感じなのかな。これ僕、面白いなと思ったんですけど。なんか面白いよ、面白い。あ、いいことありますよ、車買いませんかみたいな。いや、なんかそれも力技というか、なんか何これ。めちゃめちゃなんか現実的で、ちゃんと基づいてるわけね。基づいてるわけ。リアルにやっぱそういう国なんだ。はい、そうです、そうです。だからなんかね、だからそうそうそう、何だったっけな、マイクロソフトかは、やっぱちょっとね真面目な理由を求められるらしいです。その人は即使える人間かどうかを判断する、用途が違うんですね、その場でまずその計算してとか。なんか有名な話で日本人がマイクロソフトの面接行った時に、お前日本人だろ、じゃあ富士山動かしてくれって言われたらしいんですよ、うん、でその時に、あ、じゃあ山頂のこのなんとか石、それがなんかその地図上では山っていう風に認識されるのが、そのなんか頂上に置いてあるなんかそれらしいんですよ。それをだからずらせば山動いたことになるらしいんで、事実上マイクロソフトダメらしくて、まずそれを動かすために山を削る費用と日数をよりリアルに
まずトラック計算式でやる、トラック何台必要でとか、でそれを やるために何人必要 でそれを何往復させる、もしくは何台で1回でやった方がいいかとか、それのコストを全部計算その場でして、答えれた人が合格っていう。でもそのすごくないですか。でもそれをできる人がいるってことでしょ。だからしかも面接官もそれが嘘じゃない数字っていうのがそのやり取りの中で分かるレベルの人がやってるから、僕らからするとわけわかんないですよ。いやうという話で、いやなんか自分の凡人感がすごい浮き彫りになっただけの話になった。でも夢あっていいよね。海産物屋で一発大儲けみたいな。何やってんだよみたいな。でも多分そっちの方が楽しいですよ、人生。もう全てをそう考えて生きるよりも解散無線で一発っていう方が人生楽しいですよ。夢あって。まあね。はい。まあという話です。はい。まあ全然話それましたけど。いや今日何の話でした。だからいいねをいっぱい押しましょう。ミューの話だ。そうです。そう。ミューの話だ。はい。はい。まあそんな感じで。分からんけど。まあぜひね、車の営業の方に参考になればいいなと思います。はい。ではまた。はい。マイクを抜けた際に何の回だったの？知らんの？いいな、意味が分かる。 MJ の願いは？チャンネル登録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 。私の願いも？チャンネル登録。